横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の浜口、対するスワローズの先発はエースの小川、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。ベイスターズピッチャー交代です。浜口屈辱の2回3分の2で KO。 ここでマウンドに上がったのは伊勢、今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。スワローズリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で長岡、投げました、ストライク、いきなり151キロ、投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打ちました、抜けた、中継、長岡いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第1球ストレートはボール、投球これから2球目、スライダー見送ってストライク。第3球を投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。低めいっぱい、見逃し三振。バッターはトップに帰って塩見。第1球投げた、初球決まってストライク。第2球ストライク。第3球を投げた、ボール、投球これから4球目、三振。3回の表が終わって6対0、スワローズリードを6点としています。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは山崎、初球見送ってストライク、いきなり151キロ、投げました、内角ボール球打った、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番山田、今日2打点を挙げています。第1球ボール、まずアウトコース低め。第2球インロー際どい球、ボール、投球は3球目、投げました、3球目空振り、タイミング合いません。第4球はボール。第5球投げました、見送ってストライク、投球はこれから6球目、打ちました、ご注意ください。第7球は打った、これは内野ゴロ、サードから一塁送球、一塁はセーフ、記録はヒットになりました。バッターは4番村上、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球投げました、ストレート決まってストライク、いきなり152キロ。第2球アウトロー際どい球、ボール、一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。第3球を投げました、決まった、ストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、ボール、投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。キャッチャー中村、第1球投げた、決まった、ストライク、まずは決めてきました。第2球見送ってボール。第3球はスライダー見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、インロー、ボール、さあ投球は5球目、ボール。第6球をランナースタートを切った、三振。伊勢4番5番と連続三振で切り抜けています。4回の表が終わって6対0です。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは青木、今日3打点を挙げています。初球空振りから打ちました、ファール。第3球は打った、流し打ち、これはサード正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番オスナ、今日はセカンドゴロとフォアボール。初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球インコース低め、ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、空振り三振、オスナ全くタイミングが合いません。バッターは8番長岡、第1球ボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。伊勢最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって6対1です。
ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャー小川、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました。2球目ストライク。追い込んでから投げました。外れた。ボール。第4球を投げた。カットボール。空振り三振。3者連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順は1番に帰って塩見。第1球投げた。直球ストライク。アウトローへ。投球これから2球目ストライク。第3球を投げた。ボール。さあ4球目見逃しの三振。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは2番山崎。第1球おっとセーフティーバントだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。伊勢三者凡退、無得点に抑えています。6回の表が終わって6対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは山田。今日はツーランホームランを打っています。第1球投げた。見送ってボール。投球これから2球目打ちました。ファールボール。ベイスターズここは引っ張りに警戒します。第4球は打った。ファウルグラウンド。キャッチしています。バッターは4番村上。今日4度目のバッターボックス。第1球投げた。ストレートはストライク。初球ストライクから流し打ち。どうだ。ファール。追い込んで投げました。ボール。外角低め。第4球はシンカー。空振り三振。バッターは5番中村。これが4度目のバッターボックス。第1球外をストライク。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。打ちました。マーキー掴んでこれで3アウトになります。上空には当初を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。ベイスターズ悔しい敗戦です。ご覧のように本日の試合は東京ヤクルトスワローズの勝ちでございます。勝利投手小川、敗戦投手浜口でございました。さて今日のヒーローは勝利投手の小川。本当に今日は大活躍でした。